日本をお笑い人は、日本における笑い、演芸の歴史、古事記の中の岩戸隠れのエピソードが記録に、残されている日本で最も古い笑いの一つだと思われる。また、おかしみのある話の源流は、竹取物語、根弱物語、または、宇治周囲物語に収められた説話に遡ることも、できる。能物真似や、軽技、曲芸、奇術、幻術。 人形回し、踊りなど、娯楽的要素の濃い芸能の総称として、猿楽が発達し、そのうちのモノマネ芸を起源とする猿楽は、後に、かやみ、ぜアみらによって脳へと発展した。曲芸的な要素の一部は、後に歌舞伎に引き継がれた。国稽芸,芸は、狂言や笑いを扱う演芸になり、独自の芸能文化を築いていった。技術は、近世初期に、和妻となった。 猿楽のうち人形を使った諸芸は、九月となり、やがて文楽へと引き継がれていった。風雷山人による小薬本、三話ライフ。安永五年イコール1776年間。万獣怖いの原話の部分。秋代の滑稽な話を集めた本の影響を受けて、安楽庵作伝によって、清水章が1623年に表されている。浅草オペラ発祥の劇場、時技。 笑いの王国の上りが見える。1937年1月1910年、日本初の国産蓄音機日本の本が発売される。1925年、東京放送局が開局。1903年、東京市浅草区浅草公園6区に日本で初めての常設活動専門館として電気館がオープン。以降、映画は常設の工業メディアとして、 東京、大阪といった大都市のみならず日本全国に拡大した。特に1930年代東京映画の技法が確立すると江本健一など県劇の人気者が出演するようになり、その人気が全国的なものとなった。また落語や漫才もラジオに加え映画によって地方の住民も楽しむようになった。1960年代に 一般家庭にテレビが普及するまでは全国に向けてのメディアはラジオと映画であり特に映画はその予算や影響力から森重久屋などトップスターを輩出した1953年 NHK 日本テレビが相次いで開局したが当初一流俳優などはテレビを電気紙芝居として敬遠しその結果それまで 浅草公園ロックや新宿などで活躍していた、経営劇の役者など、実力はあるが日の目を水くすぶっていた者たちが、テレビの世界に飛び込んだ。三木の平や葉っぱムト、心差し、ユリトー南俊明の脱線取りを、佐山俊二、関隆六、谷寛一、厚見清のスリーポケッツ、石井金一座のほか、浅草で人気を博していた、大宮俊光の、 伝女劇団などが初期のテレビバラエティを飾っていた。一方、大阪でも梅田の実演劇場、北野劇場に出演していた発球のコメディアンであった、佐川一郎、笹十郎、芦屋が安之助、芦屋小岩、大村根東に白羽の矢が立ち、花と箱脚本の一連のコメディで脚光を浴びた。とりわけ大村は時代の長寿となり、コンちゃんブームを巻き起こした。 この他に、藤田誠や白木美ノルドンが進出。吉本新喜劇は、当初からテレビを意識して制作されたもので、毎日放送とのタイアップもあり多くのスターを生み出した。一方の小竹新喜劇も、看板役者の藤山博美が、読売テレビを中心に、コメディ数作を発表した。1959年、フジテレビ開局と同時に始まった知事コント番組。 大人の漫画は、本来本格的なジャズバンドであった、花はじめとクレイジーキャッツを起用。青島幸夫作の洗練された都会的なギャグで一躍市民権を得た。クレイジーはこの後日本テレビの、シャボン玉ホリデーで、さらに人気を増し、国民的なお笑いグループとして認知された。特にメンバーの植木等が演じる、無責任男が高度経済成長を背景とした、自流に乗り、 大いに当たった。シャボン玉ホリデーもそうであったが、この手の番組の講師は、同じ日本テレビの講師の窓である。草笛、光子を主役に起用した。この番組は、歌と踊りと笑いのすべてを集約させた、音楽バラエティであった。この後、NHK が、夢で会いましょうをスタート。厚み清 E.H. エリック、黒柳哲子などがコントを演じていた。草笛と、 黒柳は女性バラエティタレントの先駆者であり、黒柳は現在もなおバラエティ番組に出演し続けている。NHK がジェスチャーに柳や金五郎を起用、全国区の人気に。日本テレビ開局当日に発生した放送事故の穴埋め番組出演を機に、二代目、三遊亭歌屋っ子、三遊亭小金場、一流斎亭法、三代目、江戸屋猫八の四人は、 勝利木松太郎同社社長に認められ、番組一本を持たされた。これに目をつけた NHK は二代目歌役子以外の三人を引き抜き、お笑い三人組をスタートさせる。一方、文化放送で放送された落語討論会を、富士テレビがテレビ化し、大喜利番組、お笑いタックマッチがスタート。レギュラー陣の四代目柳谷商船が発した、ケメの流行も相まって、 一躍人気番組となった。この流れが後述の演芸ブームにつながる。テレビ創成期にあっては映画は未だ娯楽のメディアとしての優位性を誇っており、特にカラーテレビの普及までは手軽ではあるが画像、音声で劣るものとの認識があった。テレビで人気が出たコメディアンも予算が豊富な映画を重視する傾向があり、クレイジーキャッツなどは ゴールデンウィークや年末といった時期に合わせシリーズものの対策喜劇を制作し爆発的にヒットした。1962年頃から1969年頃まで続いたテレビの演芸番組を中心としたブーム。景気交代の中番組制作費が抑制された各局は制作コストがかからず視聴率が取れる演芸番組に傾斜。また視聴者の側も不景気による 賃貸ムードの中、テレビに笑いを求めていた。1979年から1982年、頃まで続いた、テレビの演芸番組を中心としたブーム。演芸ブームの後、コント55号ザドリフターズの二強時代となり、総じて、東京発のバラエティ番組が、お笑いの主流を占めていた。上記2組の感激を塗って、千田光津や桂三氏、伊藤四郎 小松正夫などが台頭してきたが、この手のバラエティ番組はほぼやり尽くされた感があり、全国ネットのテレビの笑いは一種の砂漠化現象となっていた。2021年発売のギャグ語時点では口実の漫才ブームと分け、テレビ用のコントを作るようになったコント55号とザドリフターズに代表されるこの世代をお笑い第一世代と定義している。一方、大阪では、 演芸ブーム以降 W ヤング、コメディナンバーワン、中田カ,カウスボタンといった、吉本工業の漫才師が台頭し、特に若者に人気の高かった中田カ,カウスボタンを筆頭に、笑いの潮流が吉本側に傾きつつあった。しかしながら、この傾向はまだ、関西ローカルに止まっており、全国向けの関西の演芸は依然として、か島ま娘や列を三匹などが起用され、 松竹芸能の力が強かった。そんな1979年、沢田隆治、横沢氷といったテレビマンたちの手により、寄せ園芸の色物であった漫才がテレビのメインコンテンツに踊り出た。特にパワーあふれた当時の若手情報漫才師たちは一躍時代の長寿となり、笑いが流行の最先端となった。吉本工業は関西止まりでくすぶっていた炎が、 この時期一気に爆発した形となり、小畜芸能との形成を逆転させて、東京再進出の足掛かりを築いた。東京においては衝撃場やライブスペースを活動拠点にした笑いのストリームが生まれつつあった。この主体となったのは硬直した、組織の活動に飽き足らないゲリラ集団であり、東京では暴流であった、魔石芸能者の意欲的な活動や三遊亭、炎上の、 新作落語ムーブメントは見過ごせない。また自身でネタを構成する芸人や深夜放送のハガキ職人出身の放送作家の増加に伴い若者受けの良いスピーディーで毒や刺激の強いお笑いが増える。また当時は若手の女性芸人が少なかったこともあり、芸歴で言えば後日のお笑い3世代に該当する山田邦子が新人ながらいきなりブレイクし、 一つ上の第二世代に混じって対等していくこととなる。この点、まだ大阪はテレビ局を軸としており、工業資本の小屋への資本投下はまだ少し先の話となる。お笑い第二世代の対等は芸能界にも大きな影響を与え、それまで歌手や俳優と比べて低く見られていたお笑いタレントの地位が大きく飛躍することとなった。特に、 ツービートから独立したビートたけしは、ラジオパーソナリティや俳優業、歌手活動や、店舗プロデュースなど多岐にわたる活動を行い、今日に続くお笑いタレントの多角活動の宣弁をつけることとなった。この他、一方ごとに過ぎなかった関西弁は、漫才ブームの影響で、全国的な知名度を得るようになった。また、それまで放送業界でタブー視されていた。 楽屋ネタ、内輪ネタの一般化や裏方スタッフが演者としてテレビに登場するようになったのもこの時期であり現在まで与える影響は数知れないものがある。1980年後期から1990年初頭にテレビの深夜番組を発端としたブーム。演芸ブームをお笑い第1世代、漫才ブームをお笑い第2世代と数えてお笑い第3世代と呼ばれた。 1980年代初頭にメディアを席巻した漫才ブームが1982年頃を境に人気が低迷期に突入しブームに活躍した漫才師はコンビ解消やピン活動などメディアの幅を拡大させていた。同時期大阪吉本工業は新人発掘を目的に新人タレント養成所吉本総合芸能学院を開校。 養成所からは、ダウンタウン、ハイヒール、トミーズなどの漫才師が誕生するが、デビュー直後に全国的に認知されるまでに至らなかった。一方、東京では、前期のブーム期に放送された、お笑いスター誕生。や、各局のお笑いオーディション番組で活躍した、山田邦子、トンネルズを筆頭に頭角を表し、タモリ、アカシアさんま、 ビートたけしのビッグさんがテレビ界を独占している状態であった。1980年代中期民放各局は深夜放送が急増。セミプロアマチュアのタレントの登場によりお笑いシーンに変化が訪れ、若手主体による衝撃場やライブスペースが東西問わず数多く開催され、旧来の指定関係での定義が薄れ、タレント育成所、ライブ出身者になる。 新たな仕組みが生まれた。さらに演劇界では演劇的な笑いを織り交ぜたシティボーイズを代表に新たなジャンルを切り開いた。メディアでは漫才ブーム表金属世代以降のタレントをニューウェーブや新人類と総評し、さらに民放各局が終日24時間放送を実施、深夜番組が1世代に比べて一層に拡大。その後、後に お笑い第三世代の代表格とされるトンネルズがビッグんの独占状態だったテレビ界に割って入り、前述の三者のお笑いは古いとまで言わしめた。その後、ダウンタウン、ウッチャンナンチャンもトンネルズを追いかけるまでの人気を獲得した。この経緯によりトンネルズ、ダウンタウン、ウッチャンナンチャンがお笑い第三世代の代表格とされている。この三組の活躍とともに、 楽しくなければテレビじゃないを標榜し、ケイチャー路線を打ち出した富士テレビが多くのバラエティ番組を制作し人気を博した。この時代まではお笑い第二世代と同様お笑い芸人がブレイクする番組のフォーマットは基本的にはコント番組がほとんどであった。1990年代に入るとこれまでのバラエティ番組人気の中心となっていた富士テレビに習う形で ターゲット及び内容をサブカルチャー的観点に絞り込んだ、多種多様なバラエティ番組が多く制作されることとなった。東京吉本の渋谷公園通り劇場が1998年、銀座7丁目劇場が1999年、大阪でも震災橋筋2丁目劇場が閉館した。そんな中、2001年にルミネザー吉本が開館し、 大阪でも震災橋筋二丁目劇場に続く若手芸人の拠点としてベース吉本が開館。また、1999年にスタートした爆笑オンエアバトルをはじめ、若手のお笑い芸人たちを発掘しようとする動きが起こり、その他にも2000年代中盤からエンタの神様、爆笑レッドカーペット、笑いの金メダルなど、いわゆるネタ見せ番組が増え始める。 また、2001年には、島田晋介企画立案の結成10年以内のコンビを参加対象とした新たな漫才コンテスト M-1 グランプリが立ち上がり、翌2002年からは一人芸を対象にした R-1 グランプリが、2008年からはコントのコンテストキングオブコントが開催されるなど、年に一度開催されるお笑いコンテストを生中継する番組が誕生した。 この時期になると、吉本工業や、太田プロといった老舗のみならず、数多くの芸能事務所から、お笑いタレントが登場するようになった。その中には、サンミュージック企画や、ソニーミュージックアーティスト、ホリプロコム等従来お笑いタレントを手掛けていなかった、事務所も多数参入している。1970年代前半生まれに出生数が、多い段階ジュニア世代が、お笑い第5世代にあたる。 フジテレビでは、ビートたけし、アカシアさんま、ダウンタウンナインティナインに続けと、お笑い8周季節にのっとり、新しい波八が放送された。その後2001年に、キングコングがメインキャストを務めた、跳ねるのとビラがスタート。若手芸人がブームの中心であったが、若手といってもその多くが20代後半マイナス30代であるのが、特徴的で、第4世代にあたる。 中堅芸人と同い年、同期あるいは年上、先輩であるなどといった不思議な現象が起きている。これはコンビ結成が遅かったり、先のボキャブラ世代の時代にブレークを逃したり、未だ東京進出を果たしていなかった大阪吉本所属の芸人が多く流入してきたことや、これらの芸人の知名度が低いゆえに、正規の第5世代と同じ扱いを受けたことが主な要因である。 特に、ボキャブラ天国に寄与されていた芸人が、東京芸人に変調していたため、中川や、剣道小林、田村健二、陣内智則など、ボキャブラ芸人と、ほぼ同世代の関西芸人が、第五世代のブームによって売れるケースが目立った。2000年代中期から後期にかけては、戦術の4番組の他にも、雲南極限ネタバトル。ザイロモネア笑わせたら100万円や、 お笑いメリーゴーランド、トンネルズの皆さんのおかげでしたでの、博士と、助手、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権など、短弱のネタを一ネタだけ披露させる、構成のネタ見せ番組がブームとなる。ネタの時間が短いため多くの出演者を確保でき、新人芸人の出演チャンスが増やされたことがこれらの番組の大きな特徴である。2007年に放送開始された、アラビキなどでも、 短いネタ見せを中心としており、従来の番組とは趣をことにしている。このような番組が増える中で、単に番組用に、ネタ時間を短く調整した漫才や、コントだけでなく、もともと短く構成された、ショートコントや一発芸、キャラネタ、リズムネタなどが数多く生み出され、そのようなネタに適応したピン芸人が台頭したほか、ブリッジを多用した。 一発屋と言われる芸人が急増。ピンネタでブレイクした芸人の中には、レーザーラモン HG、犬井博名灘木武士、世界の鍋厚、ムーディ勝山、天心義村などもともとコンビを組んでいるにもかかわらず、ピン芸人のような扱いを受けた若手、中堅芸人も多い。一発屋芸人は、年末年始の番組に出演し一世を風靡する、ものの、 その年の末から年明けには飽きられその後テレビから姿を消すという新たなパターンが生まれた。また、こういった芸人は NHK 紅白歌合戦に特別出演したり流行語大賞を受賞するケースがほとんどである。大ブームを起こした芸人が消費し尽くされてしまうと簡単に忘れられてしまうという傾向は年を減るごとに激しくなっていた。このようなブームはそれまで お笑いに興味すら示さなかったような人々まで包括したため、その人気の基準は一種のトレンド的な性格を強めるようになり、芸人のあり方の変容ともされたが、一方でそれは笑いのレベルの低下と見る向きもあった。また次長課長、井上聡氏、チュートリアル、得意をしざねなどに代表されるイケメン芸人が急増したことや、お笑い情報のみを取り扱ったお笑い専門誌が、 次々に発行されたりといった芸人のアイドル化が見られるようになった。この時代は一時的にコント番組が復活傾向にあった時期で、跳ねるの扉、リチャードホール、十0からと落下女、みんなのテレビと各局で若手芸人のコントコーナーがある番組が存在していた。2010年代に入ると、かつてのボキャブラ天国の凋落と同様に2000年代の お笑い人気を支えたバラエティ番組やネタ見せ番組が慢性的な人気低下を抱えるようになる。いわゆるテレビ離れの影響が示唆される中、2010年の M-1 の一時終了に始まり、やがてほとんどのお笑い番組が放送を終了した。また、b p o による規制など、テレビ局にコンプライアンスが求められるという時代の流れも相まり、ある意味で、 ハラスメント的な性格を含むお笑いバラエティ番組への風当たりが強まったことでめちゃにイけてる。トンネルズの皆さんのおかげでしたといったかつてお笑いブームを経引し長寿番組となっていた番組までもが相次いで放送を終了した。またコンプライアンス問題は芸能人側にも波及し不祥事で活動を休止するお笑いタレントも現れ。 暴力団関係者との交際が噂されていた島田晋介は多数のレギュラー番組を抱えたまま2011年に芸能界を引退した。2019年にはお笑い芸人による闇営業問題が発覚。この件は問題の背景に吉本工業のマネジメント体制の不備があり、問題発覚後の対応も含め吉本所属タレントからも批判が殺到することとなった。 しかしそんな中でも、雨上がり決死体のトーク番組アメトーク、や、ひとし松本の滑らない話などの実力ある芸人によるトークバラエティ番組や、芸人の他に俳優やタレント、アイドル、知識人などを交えた一般的な情報バラエティ番組などは変わらず安定して人気を獲得。それに伴い、ひな壇芸人というジャンルが大々的に紹介され、 お笑いファンの間で新たなジャンルとして知られるようになった。また、加藤浩二、近藤春菜の、スッキリ、南原清高の、昼なんです。設楽光るの、ノンストップ。など、午前引く昼間に放送する、比較的お笑い要素の少ない情報番組で、芸人が MC やコメンテーターを務めるというケースが増加した、他、田村博士や又吉直樹、 若林正康の著書がベストセラーとなるなどお笑い芸人の活動に多様化が見受けられるようになる。ただ、このような展開によってお笑い界の第一線に定着したのは2010年以前にブレークを果たしたすでに売れている芸人たちであった。一方、フジテレビにおいて次世代の若手を発掘すべく制作された。 新しい波16から発掘されたメンバーによる、フクラムスクラム、一番スクラムが放送され、新たなスター発掘が試みられたが、不発に終わる。その後、ピカルの定理や、ミレニアムズ、爆笑レッドシアターなどが放送され、一定の人気を獲得した。その一方で、2011年には、ザ・漫才が M-1 に変わるお笑いコンテストとして復刻。 そして2015年には M-1 が復活を遂げ、年3回放送の大型ネタ番組、演芸グランドスラムが放送を開始。2013年には、歌ネタのコンテスト、歌ネタ王決定戦。2017年には女芸人のコンテスト、女芸人ナンバーワン決定戦座 W がそれぞれ新設された。また、水曜日のダウンタウン、サンマのお笑い向上委員会といった比較的、 過激な内容のバラエティ番組も少なからず存在し、お笑いとは何かを新たに問い直す内容も含むことで、人気低下への対抗策が講じられている。さらには、テレビ離れを逆手に取る形で、amazon プライムビデオやアベマ TV など、規制の比較的少ないインターネット配信サービスを利用したバラエティ番組の放送も増加しており、お笑い番組や、 バラエティ番組の大きな変革期に突入した。2020年にはビデオリサーチの視聴率調査方式の大規模なリニューアルが行われ、各テレビ局は広告の取引指標を世帯視聴率から個人視聴率に変更し、コアターゲットと呼ばれる消費意欲の高い層を設定した。これに伴い番組編成が大きく若返ることとなり、お笑いバラエティ番組が 再び増加傾向にある。エンタの神様や爆笑レッドカーペット M-1 グランプリなどのネタ見せ番組によるお笑いブームの恩恵を受けた第6世代と段階ジュニア世代の第6世代というりの第7世代の狭間のを指す言葉としてお笑い第6.5世代という言葉も誕生したお笑い第6五世代という言葉はアメトーークの企画僕ら微妙な6五世代が 発端で、それ以前に、大田博久がプレゼンした、企画、多分お笑い第6世代が前身である。アメトーーク。内での山内健二の、第7世代って言葉を作ったから、こんな窮屈なことになっているの発言通り、実のところ、この区分は曖昧なもので、同期の芸人でも早咲きの場合は、第6世代に分類されるため、第6.5世代は置かれている状況を指し示す、言葉である。 第7世代は少数でくくられた若手芸人であるため、仲間意識が強く、彼らを若林正康は、見てきた景色が違う、6.5と7の狭間にいる屋敷、広司生は、俺ら最後のガラケーみたいなとしている。昭和生まれ2000年初頭以前デビューの第6世代の流れを組みながら、平成生まれ2010年以降デビューの第7世代からあぶれているため、新酸をなめている。 苦労人が多い。新たなネタ見せ番組、有吉の壁の誕生により、ひな壇芸人や、第6世代、第7世代からあぶれた第6.5世代の、ショーレース常連組が再浮上、再評価される流れにある。また、第6.5世代から大学を洗い出身者が、ショーレースや、バラエティ番組で頭角を表し始める。二千十年代後半になると、百八十七年以降に、 生まれたデジタルネイティブであるゆとり世代や1989年1月8日生まれ以降の平成生まれに該当する2010年代後半から活躍し始めた若手お笑い芸人を指す俗称としてお笑い第7世代という言葉が用いられるようになる第7世代という呼び分けについては M-1 グランプリ2018優勝の下振り明星 聖夜が蒸気のような自信と同世代にあたる芸人をお笑い第七世代と定義づけて自称し世代を上げての活躍を目指すことを提言したことに橋を発しているこの世代の特徴としては戦術したように地上波放送以外のデジタルコンテンツとの関わりが増しているお笑い界においてデジタルネイティブ世代として重要な役割を担うとされ霜降り明星、花子 エグジット、四千刀身など、YouTube で活動する芸人も多い。その一方で、水たまりボンド、オルタナチャンネル、大松ゲ美タックル TV のように芸人から YouTuber に転身し、フワちゃんのようにタレントとしても大ブレイクするものまで現れた。また、ダウンタウンの影響をあまり受けておらず、このため、新たな時代のお笑いを形作ることが期待される世代となっている。また、 第6.5世代以上に大学お笑いサークルが活性化したことによって新たな若手芸人が育ちやすい環境が増えたことも彼らの成長を促している。さらにこの世代になると特定の芸能事務所に所属せずフリーや自ら個人事務所を立ち上げる者が登場するようになった。これは前述のデジタルコンテンツの台頭により既存の芸能事務所に依存しなくても 芸能活動ができる環境が整ったことや、公正取引委員会が独占禁止法の適用範囲を芸能人にまで拡大する方針を打ち出し、芸能人と芸能事務所の関係が大きく変動したことが理由として挙げられる。特に事務所の対象、独立はこれより上の世代にも波及しており、所属事務所が異なりながらコンビを組む例も現れている。平成に入って、 落語会では1993年には初の女神画が誕生し、1995年には東京の5代目柳谷子さん、翌1996年には上方の3代目桂米長がそれぞれ人間国宝に認定され、古典芸能としての地方を固めた。人間国宝にはその後2014年に10代目柳谷子ん次が認定されている。 21世紀に入って落語界にはマスメディアでも幅広く活躍していた春風亭小朝が発起人となった6人の会や新作落語の流星を目指した和芸集団諏訪の結成という新たな展開が生まれ一方では長瀬智也と岡田純一が主人公を演じたテレビドラマタイガードラゴンや連続テレビ小説 チリとテチンなどの影響によって新たな落語ファンが生まれた。このような現象はしばしば平成の落語ブームと呼ばれる。このブームの特徴は、落語全般が好きな落語マニアによるブームではなく、それぞれ自分の言葉で語る個性的な落語家各人のファンによるブームであるということで、個別に熱烈なファン層を持つ落語家が多数存在することによっている。 千火。百五十七年千火。百六十四年千火。百六十六年百六十七年百七十六年百八十七年百九十四年百九十七年、千九百四年,年,年,年、千九百十二年、千九百 18年、1921年、1922年、1923年、1925年、1926年、1928年、1929年、1930年、1931年、1933年,19年、1930 よ、年1935年1937年1930か。 年1939年1940年1941年1943年1944年1945年1946年1948年1949ね190510ね190511 190513ね190514ね190515ね190516ね1905 年1957年1958年1959年1960年1961年1962年1963年1964年1966年1967年1968年1969年1970年 1970, 年1970年 1>, 1年1 9 7七十2年1977、十3年1 9 7七十4年1 9 7七十5年1 9 7七十6年1977年1977、年1979年1 9 7七年1979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 年 11年1982年1983年1985年1986年1987年1988年1989年1990年,1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1999 1998年、1999年に、2000年に、2001年、2002年、2003年、2004年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、括弧内は主催者及び出場資格。ありがとうございます。